どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はサンダードラゴンやっていきたいんですけども、なんで今サンダードラゴンかっていうと、新しく30枚のサンダードラゴンっていうデッキを作ってきました。30枚デッキ、これなんでかっていう話を先にします。芝刈り知らないデッキ、皆さんご存知でしょうか。まあこれまたちょっと次の、まあそのうち動画にしようかなとは思ってるんですけども、芝刈りサンダードラゴンっていうデッキがガチで強すぎて、今これなんですけど、これマジでやばいんですよ。魔法の使い手っていうスキルで、あの初手芝刈りをね 70% だかの確率で引けるようにすると、で芝刈り打って墓地リソース貯めて、で墓地のリソースを使ってひたすらにアドバンテージを稼いでシンクロしてくるっていう、この頭おかしが強いデッキがあるんですね。でこれがマジでやばいんですけどガチでやばいことが起きるんですけど、これ使われると。だからこれを対策したいんですよ。これを対策したい、強すぎて。でじゃあどういう対策をすればいいかっていう話なんですよね、このデッキ。これね、芝刈りを腐らせるっていうのが一番強くて、で芝刈りを腐らせるためにはどういう風にすればいいかっていうと、30枚にすればいいんですよ、デッキを。もうデッキを要は芝を枯らせないっていう、隣の芝を枯らせないっていう対策が一番強いから、だから30枚にしちゃえばいいんですよ、デッキを。で今回は30枚にできるデッキって、まあ、いくつかあるんですけど、その中でも僕が最近一番強いと思ってるサンダードラゴン、これね、ご紹介していきたいなと思ってます。ただこうです。で芝刈りとかは全く入ってないんで、もう完全にギミックとして30枚になってます。でシンクロギミックですね、基本的には。チューナーもいっぱい入れて、でコズミックサイクロンとかもガン積みして、使ってる感じなんですけども、まあこの辺のモンスターたちがエースモンスターですね。でね、やっぱね、一番強いのはね、結局その黄金筆から入って、筆とかその獣から入るって言ってもいいんだけど、から入って、で、まあ、シンクロ2体並んでワンキルするとか、あとシンクロ体とこの雷合流を並べてワンキルするっていうのが結構強くて、結局ブラロブッパできるじゃないですか、サンダードラゴンで結構できるんですよ。あの黄金筆からこう獣除外して、で獣効果で、ライデン持ってきて、でライデンとゾンキャリでブラロでバーンってぶっ破した後に、ライデンの効果で、デッキからこの雷合流とか鳥とかサーチして、でまあ特殊召喚していくっていう、そういうギミックになるんですけどね。でゾンキャリまた墓地から蘇生してみたいな、これがもう本当に強いんですよね。でまあそのギミックを使いながら30枚にしていくっていう、そういう感じですね、イメージ的には。でやっぱね、防御札が強くなったんですよね、だいぶサンダードラゴンも。これね、デモンズチェーンが本当に強いです。これ本当に強い、まあ、これめちゃくちゃ課金しないと手に入らないんで、これ3枚持ってると結構やばい人なんですけども結構やばい人っていう、まあ、レッテル貼られがちっていうのあるんですけども、これ本当に強いんですよ。でデモンズチェーンと狡猾、まあ、この辺りの、カードたちが、要はこれ狡猾はデモンズチェーンが邪魔しない、これ永続なんで、永続トラップなんで邪魔はしない。で邪魔したとしても、墓地にトラップ行っちゃったとしても、この雷合流で墓地のカード除外できるんで、何でも戦闘破壊するとね、相手を。で、除外されているカードをエンドフェーズ、相手のエンドフェーズにデッキとか戻すか、デッキの一番下戻すかっていう選択肢があるんで、これでね、またね、狡猾を使いますとか、デモンズチェーン使いますとかできるんですよ。これめちゃくちゃ強いんですよね。で、まあ、あの魔導陣とか、黒の魔導陣とか、ああいう系のカードが、いきなり初手に貼られちゃうと詰むから、コズミックサイクロンガン積みっていう感じですね。1枚ぐらいは引きたいっていう、デュエル中に。まあそういう感じ、まあデモンズチェーン持ってない方は、まあそこはしとかでもいいのかなとは思いますけど、そうするとちょっと、狡猾とかが腐っちゃう可能性があるんで、まあだから、ここを、まあ例えば生物を巡る戦いにしてみるとかね、ああいう感じがいいと思う、そこなしと。この辺はまあお好みだけど、この組み合わせが本当に強いと思う、俺は。めちゃくちゃ強い。で、メインギミックはまあ主なメインギミックは、その、何普通のサンダードラゴンと同じなんで、もう今更感はあるんですけど、こいつが強いですね。ダークエンドドラゴン、これめっちゃ強いです。チューナープラスチューナー以外の闇属性モンスターで8進化なんですよ。だからゾンビキャリアとかこのエレキスネとかとプラスこの獣で出るんですよね。で耐性無視できるんですよ、これ。墓地に送るんですよ、これ。選択したモンスターは墓地に送るっていう除去方法なんで、これめっちゃ強いんですよ。だからこれで入れとくとね、結構サンダードラゴンで強くなると思うんで、よかったら入れてみてください。早速ですね、
これ本当に連勝止まらんぐらい勝ちまくってるから今季。早速ねちょっと見ていただきましょうか。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、闇遊戯選手よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。サンダードラゴンねめちゃくちゃ強いよ。やっぱこれやってて思うけどね、このデッキ強い。やっぱ30枚でちゃんと回るってのもでかいね。そして芝刈り知らぬにの対芝刈り知らぬに対して結構強めに出れるっていうのもあるし、やっぱね芝刈りさせないってのが一番強いんですよ。芝刈り知らぬに対策っていうのはあれ、墓地リソースえぐいから。あのデッキ墓地に小屋させたら負けなんですよ、もう完全に。だから墓地を小屋させないっていうのがもう一番の対策なんですよ。ってことで、まあ、30枚デッキですね。そういうデッキです。で、ロットは普通にやばい。ロットは普通にやばい。ロットは普通にやばい。これさ、俺思うんだけどさ、ブラックマジシャン使いってなんであんなにさ、魔導陣よ。これさ、魔導陣でさ、ナビゲート構えてブラックマジシャンっていう構えされるの、これまた。これ絶対やってくんじゃん、ブラマジ使いって。あれなんで？そんな確率高いあれ。あれなんか、5、60%くらいじゃないのあれ。なんかほんと、体感なんか 100% で決めてくるんだけど、相手。体感 100% で相手決めてくるんだけどさ、俺の場合これ絶対あるやん、ナビゲートさあ。もうめんどくせえからマジやめろよそれ。まあちょっとですね、まあ、これは一旦ブラロでお伺いするしかないね。ブラロでお伺いを立てるしかない。まずこれ黄金石打つんですよ。で獣除外します。獣除外して獣除外してライデンを持ってくるんですよ一回。一旦ね、でこれ除外されてもまあそんなに痛くないんで、ライデンは効果ありますんでね。でライデン持ってくるんですよ。でここで人掛けエレキテル連合を召喚します。人掛けエレキテル連合を召喚で、まあここでまあ相手が分かり手かどうかっていう感じですね。でここでまあ普通だったらここになんかナビゲート打ってチューナーを除外してくるっていう、あ除外してこない。これは甘いですね。これは完全に甘い。これはブラマジ使いとして恥ずべき行為だと思ってほしい。でこれあれじゃないですか、ブラックローズするじゃないですか。でブラックローズぶっ放しじゃないですか。これ冷たい炎が世界の全てを包み込む。漆黒の羽を開け、真空召喚現れよブラックローズドラゴン過去棒読み。でライデン流効果使って、でブラックローズするじゃないですか。でここはもう遅いんですよ。もうナビゲートこれ使ったのに遅いんですよ。これ遅いんですよ。これね下手くそ。このブラックマジシャン使いはゴリハンだけど下手くそってやつですね。でブラマジ出すじゃないですか。で出てくるんじゃないですか。これ出す必要ないんですよ。これ出しちゃダメなんですよ。逆にリソースなくなるんで、これ出しちゃダメなんですよ。これでバーンってなるんで、でこうなるじゃないですか。でこうなって、でこれこうなるんですよ。でこことこうエレキスで強いのはこれね、光属性なんで、これでもう即座に雷鼓を出せるんですよ。これめっちゃ強いです。でこうじゃないですか。これはね、ブラマジ使い甘いですね。完全に甘い。はい。対戦ありがとうございました。ありがとうございます。しっかりとね、この辺の、動き方、もう見極めて、何を除外するかっていうのをね、脳死でナビゲート打たない。対戦、ありがとうございました。さあ、お相手の方、闇遊戯選手、よろしくお願いします。デュエル3倍。さあ、来た。魔法の使い手。俺はこいつを倒すために、生まれてきたんや。俺はこいつを倒すために生まれてきた。絶対倒す。これ多分ね、芝刈りだと思うんですよ。まあ、シダ類だと思うんですけど、多分ですけど。これはね、芝を刈らせないっていう、ああ、オッケー、知らねえね。で、まあ、多分芝刈りは入ってるんですよ。だから芝刈り完全に腐らせるっていうことができるんですよね。オッケー、まあ、4-2はいいでしょう。4-2は問題はない。4-2くらいやらしてやろう。で、刀紙出していく。刀紙を出していく。セットがない。セットがないの甘えでは。セットがないの甘えだけど、俺も反動はそんな強くない。でここはしょうがないんで、しょうがないな。どうしようかな。ちょっと待って、こっちかな。雷合は後で回収できるので、雷合ですかね。雷合して、で雷獣撃って、で雷獣効果、これ誰も
ってこようかな。まあこれはエンドフェイズに帰ってくるんですよ。この獣で除外して特殊化したやつってこれエンドフェイズ戻ってきちゃうんですよね。なんでまあ戻したいやつ手札にあっていいやつを持ってきておけばいいなっていう。だからここで玉持ってきて玉を手札に抱えとくとかもう結構ありなんですよね。で4-2で、墓地8シンクロされても別にいいから、まあこれはとりあえずスキル発動してあいつ倒しちゃった方がいいか。あいつ倒さなくてもいいような気もするけど、まあ、倒しちゃってもいいか。別に倒しちゃってもいいな。8出てくるのは関係ねえや。出持ちあるし。でこれ殴るでしょ。でダメージ与えとこう。 OK で、あれっすね、なんだっけ、刀神と墓地の2で多分8シンクロかなんかしてくると思うんですよ。で8シンクロしてでなんか打点下げつつ上げるみたいなことしてくると思うんで、戦神っていうやつね。なんでその戦神さんをまあ止めていくかなっていう、まあそんな感じですかね。結構ね戦神の打点がすごいことになるんで、結構なんかこのこれでワンキルされたりとかするんですよ結構。戦神で物の米除外したからワンドローワンステか、1人だけ暗黒界の取引するで打点500下げる、狼打点下げていくで4号なる、まあまだ死なない、で物の米効果でワンドローワンステしていく。 OK多分ねまだ死な、あーなるほど、それかで一番強い、コズミックサイクロンは強いな。コズミックサイクロンは強いわ。これ今引いたなお前、今引いたの絶対絶対今引いたやん、クソ。打っても意味ねえか、打っても意味ないから、どうしよっかな。2、あーなるほど、28、あ10してくんのかな、あ10してくる感じ。これホームラガミさん、ホームラガミパイセン来ちゃうこれ、あ来ちゃった、ホームラガミパイセン来ちゃった。2枚破壊されちゃう、これやばい。まあ、2枚破壊され、これ読んでました。でもそれはそこまでは読んで、そここまでは読んでいました。ですね、これはですね雷獣の効果で、まあ、こいつはやられるんで、まずはですね、まず雷合を回収しまして、狼で雷合を回収しまして、雷獣の効果でですね雷電を追ってくるんですよ。でこれを殴ってくれるんだったら別にいいし、殴ってくんなくても問題はない。セットいいでしょ、オッケー、はいオッケーで、雷電効果、雷電効果でここはですね雷鳥ですかね、雷鳥持ってきて、で鳥雷鳥を、あとはあれっすわ、コズミックサイクロンかなんか引いてくれるとありがたいんだけど引けなかった。雷鳥効果使う前に先に雷鳥だな。まず鳥と、墓地の要するにカオスモンスターなんですよね、こいつって。要するにカオスモンスターなんで、墓地の光属性と闇属性を除外すると出せますっていう。まあ、雷獣か。雷獣だな。で、雷獣で、で雷獣除外されたんで、雷鳥は発動せず、で雷獣効果で、デッキからサンダードラゴンで、モンスター持ってこれるよという話なんで、ですね、あいつ破壊耐性とかいうのがあるらしいんですよ。破壊耐性とかいうのがあるらしいんで、ちょっと一回その破壊耐性とかいうやつ無視しちゃっていきましょうか。いきます、レベル、6雷獣竜サンダードラゴンにレベル2ゾンビキャリアをチューニング、いくぜ新規の召喚、現れよ闇の支配者ダークエンドドラゴン。ダークエンドドラゴンの効果、お早えな、諦めるの早えって、まだ説明してる途中でしょうか、子供が食べてる途中でしょうか。さあお相手の方ゾウのうんちくん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。あー反動マンそこそこいいですね。これねサンダードラゴンデッキの、ま、課題というかどこが一番なんだろうな弱みかっていうとね、初動の枚数なん、これやんない初動の枚数なんだよね。
これ除外するギミックっていうのがエレキシーの起きちゃった。お強いな。あのこれ初動の枚数がやっぱねどうしてもね除外するギミックがちょっと足りないっていうのがあって、なんか封印の黄金室を10枚積みたいっていうデッキなんですよこれ封印の黄金室10枚ぐらい積みたいっていうデッキなんで、でまあこれはまあこの2セットですね。で雷電雷獣効果でこれはね両方とも鳥とかでいいっす。なんかこれは両方とも鳥とかでいいっす基本的には。で鳥、まあ、鳥が手札にあると雷号持ってこれるんですけど、まあ、これでいいんじゃないですかね。で鳥効果でまあこれ難しいですけど、まあ、雷獣これねあの相手の敵によるんですよね。これであのワンキルしてくるようなデッキだったら今のあのこれでいいんですけど、何剣棒でいいんですけど、誰これ女戦士、荒野女戦士、あーアマゾンですか、アマゾンか、これは殴っていいな。だからあのね殴ってこのキル取ってこないようなデッキであればあれでいい。ハラテマンどういうことどういうデッキこれ。あのキル取ってこないようなデッキであればあの雷電流でいい。シール、あれちょっとやばい気配がするぞやばい気配がしてくる。嘘だろこいつ、まだいんのかよ、まだいんの、まだいや、ガチでやべえこと起きた。ちょっとガチでやばいこと起きた。え、嘘でしょ、え、俺タイムスリップしてます、これ私あのタイムスリップしてます、これもしかして